パラさんこんばんは。あ、こんばんは。パラさん、あ、こんばんは。ほんまの初期メンバー来てくれました。わあ、すげえ。1年半ぶりぐらいです。あ、今日はあの一緒に今ドドド3兄弟来てるけど、カナダ人のケンシーさんも来てるんで。それがケンシーさん。あ、この人か。ケンシーアマタさんって書いてるから日本人かと思って勧誘したらカナダ人だ。せっかくだからケンシーさんもおじちゃん呼んだろうかな。多分誰も通じる。フィーリングで、フィーリングで。これただボーイスチャットから8人までしか入られへんからね。うん、多分だもんで。あ、そうか、普通に今だな。8人集まらんかったらええけど、多分参加します言うてる人だけで8人以上おるから。あれやわ、枠開けとこう。予定、参加予定じゃない人が結構来てはるから。うん、この後まだ来るよ。何か引っ張ってもらおうかな。あのオクラさんがベヒーモスやりたい言ってたから、後でちょっと、ああ、まあ、パラさんも一緒にやろうかな思っててんけど、ちょっといいですよ。人がいっぱい今来てるからさ。 1,2,3,4,5,6,7、 8人おるな今の時点で。あら、ナナミさんがあれやな、救難参加行ってしもたね。どうやって組もうかな。私がトマトさんとダンカンさんとオクラさん連れて行こうか。ケンシさんとナナウミさんとインディさんとパラさんお任せできる。ああ、いいですよ全然。何行くにも。ケンシさんあれほっといたら多分私の方にひっついてくるかもしらんけど。クラさんもそうやけど、知り合いが私しかおらんから。解説動画を見てきてくれというよりは、解説しながらやろうか。うん、そっちの。あ、もう行きます。早速ベヒーモス行ってこようかな。うん、大丈夫です。勝てる分にはもう勝てるんで全然。おお、頼もしいな。パラさんさっき張って。あ、張っておきましょうか。はい。あ、俺張っていいですか。ならうん、張ってください。あ、銀さんもこんばんは。こんばんは。こんばんはす。銀さんもあれです、あの金さん、オクラさん来てくれました。
おお、どうもどうも。1年半ぶりぐらいです。ああ、どうも銀です。あ、お話は伺ってました。はい、連絡取れたよー言って、うん、なんか久々になんかログインした人が来てくれるかもみたいな。あ、まあでも、まあ、そろそろかなと思ってたんで。お待ちしてました。うん、まあそうですね。やべ、自己紹介してなかった。そうです。おはようございます。あら、インディーさん調査張ったな。ああ、とりあえず張りましたよ、ベヒモス。うん、そうですね、どうぞ。ちょっとあれ、私はどっちに行ったらいいですかね。ちょっとあの静観して、あのなるべくちょっと銀さんは手元に置いときたい。あ、パラさん一つで、オクラさん、インディーさん、あ、インディーさんはあれやな、パラさんの引率で行く予定の人、まだオクラさんとパラさんしか入ってないか。そうですね、私も行って解説したいけど、ミュートとか説明しとかないかな。ボイスチャットあれ違うパーティーでクエスト行ってしもたら全然あれ、あべこべになるから、クエやるごとにというかパーティー組むごとにボイスチャットはミュートした方がいいけど、あんまり、え、何やろこれ。あー、なるほど、フルドレスでついとんか。ああ、強運の好きですか。いやいやいや、あの抜刀術技っていうの初めて見た。ああ、なるほど、ついてますね。うん、一時期抜刀読みとか流行ってましたね。うん、はあ、そういや多分フルドレス俺作っとんかな。いや、作ってんな。パラさん、それ行くんやったら、こっち何行こうか。調査、インディーさんとこ入るか、私は。うん、1分経過してしまってるな。あと1人、あ、入ったか。オッケーオッケー、行ってしまっている、インディーさん行ってしまっている。ダンカンさんとトマトさんはもう行ったんかな。あ、こっち来てますよ、ベヒーモスに。じゃあそれで行ってください。あー、いいっす。このナナミさんっていう人もサークルの人ですか。サークルの人やねんけど、この前数字区に入った人やねんけど、その人はあの、サークルに所属していませんか、なんかいうあのでかいサークルみたいなとこに入ったんかな。それでマーク消えてるんやと思うけど、多分悪の数軸の メンバーリストに入ってなければ脱退してるかもしれん。ちょっとわからんけど、あ、脱退してないと思う。はいはいはい、なるほど。あ、まあいいや、とりあえず一発目行ってきます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。お待ちしてました。ヒーモス行ったことはないんですかね。ああ、なら分かるかな。まあメテオの、あ、じゃあメテオ来たところらへんまでは、あ、なら大丈夫かな。クリア。パラさん、うちのサークルのあの基本的なあの作戦の
そっちの手でちょっと、ああわかりました、おいちゃで言うてあげてください。おい、まあとりあえず敵視取れる人が先に先走って行って、まあ敵視取ったら他は尻尾を優先的に切り行くぐらいかな、エリア1やることといえば。うん、で私はキースさんのビヒモスでいいっすか。中田待ってください、お願いします。はいはい、七海さん来るかどうかわからんな。ケンスさんこっち来てくれた。遅いかな、怖いな、ケンスさん。ガンランスかな。あ、ガンランスしてくれるんやったら、私虫坊じゃなくてもよかったか。いや、もう別に私あれっすよ。あの、チャージアックスでもいいっすよ。あ、いいっすよ、全然。ちょっと先に敵将取りたいけど。あ、取れたかな、まだか。あ、OK。じゃあ、落石までとりあえず誘導しようか。あ、いいし、ナイスと呼ばないか。違う声受けたかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9 人おるんやけどな、おかしい。ああ、インディーさんがあれ言ってんのか。救難かなんか。いや、インディーさん調査クエで一人でキリン行ってるわ、そういえば忘れてた。あぱあら、剣士さんが抜けた。あ、逃げた、早い。あれ、あ、熱量はどこ落ちてんな、あんた。まあ、間違えて抜けたんかな、なんでやろ。ああ。やっぱ言葉の壁やったか。言葉の壁やな。あれ言葉の壁やな。ペアでベヒモス行かないかんのか、これ。そしたら。よっしゃ、中止。中止というか、どうしようかな。時間もう5分ぐらい経ってるやろな。あれさっきの人はあれですか、外国の人なんですか。そう、カナダの人。あ、そうそう。ああ、例のなるほど。よし、6分経ってるな。このインディーさんのキリン行く、どうする、2人で今から応援行って邪魔にならんかな、6分経ってて。いや、大丈夫じゃないですか。ランスだったら結構手間取ってると思うんですけど。よっしゃ、行こう。ほんならダッシュでですかな。キリンはハンマー一択。ビヒーモスの用意をしてたのに。あ、コメント来るかな。まあいいとこに配置しようんじゃないですか。あ、悪くはない。よし、ただもう来そうかな、まだか。若干寄せ取った方がいいかもしれない。あ、や、いいか、ちょうどいいところでコメントあるわ。あ、キリン増え、あー隠れるんだ。よっしゃ、ダッシュや。じゃあ先行ってます。はい、よいしょーす。やべ、ミールが取れるかな。よし、オッケー。よし、撃てろ。ギリギリ、私の方が先ついてしまった。私敵視もらいますな。危ない。エナベヒモス。おお、下にいる。よいしょ。うわ。うわ。どこや。上。上か。超解放ダラッシュ。あ、コメント来る。あ、やばい、まずい。わだ
あざーす。あー、インディーさんがちょっと場所変えるか。お、でかい。どこやキリン。ちょっと場所変えますね。もう変えて。うわ、ふぅ。ここならいいはず。あれ、キリンが来ないな。あ、上まで逃げた。チキショー。どうだけど。あ、もう一回コメント送る、誰かに。もうそろそろ。戦いたいんやが3人分散してるから来るかな。あ、間違えた。ちょっと音カット結構間違えるんですよね。はい、新規チャットしていくか。あ、多分これ来るな。まだやった。ぼやな。あれ。なんで。来ねえ。物流石。物流石どこだ。あれ。あった。さすがに早いな。かけれん。よっしゃ。捕らえた。射程距離に捕らえた。わお。よっしゃ。お待たせ。あれは何にも。肉も何にも食べてなかった。ナイス。早い。おわ、早い。しかしもったいない。まあ関係ない。あれ。あ、落ちてしまった。さんがまた来たぜ。来てくれると信じてた。いや、メッセージでハテナハテナって送ってきたから出ていた。あ、落ちたんじゃないですか。いや、違う。多分このサークルイベントやってる状況が飲み込めてない。あー、なるほど。呼ばれたから来たんやけど何これみたいな。おお。フライヤーがね。よっしゃやばい、地味で HP がみんなやばい。あー、コメットがやばい。別任務のやつは終わってんのかな。
これは一番成功率低いやつやね。いやあ、早い、マジで。待って、ごめん。あった。ただの、ただの点個体のくせに頑張るやん。わあ。はい、お疲れさーす。お疲れさんです。はい、大変勝利。はい、早いな。何分、危なげなく。何分やろう、ちょっと待ってさよ。めっちゃ早いな。10分ぐらい。あ、逃げられた。10分58秒だった。おお、早い。おお、さすが。あれ、戻ってきた。うん。あ、トマトさんが飯をした。参加してくれとるけど、あの七海さんはどうなってんねやろ今。あれまだ拠点にいますかね。拠点やな、クエから帰ったとかかな、どうやろう。あ、さっきまで救難行ってたけど、あれ七海さんパーティーには入ってる。参加準備から動いてない。参加準備なってる？なってない。あ、今行った。今行ったけど、あ、救難参加に行ったわ。あ。なら俺はちょっと最近練習しようスラッシュアックスでもしようかな。おお、いよいよ。マヒスラッシュアックス最近ハマっとるんやけどな。あ、あ、強壁がまた出た。あ、やったじゃないですか。やったじゃないですか。昨日初めて1個目が出たんやけど、1個出たらポロポロ出るね。うん、そう。もう俺今心眼4つぐらいありますよ。ポロっと出て。いいな、心眼だけ出てない、うん、アン王女は。あ、心眼と増弾や。あー、あれ出ないっすね。あんたさっき200個いるまで。兄さん、殺意マシマシなハンマーで言ってますね。あ、これっすか。はい。いや、もうあれですよ、これは生き残ることに全力をかけた装備なんですよ。本当や。すっげえ、雷耐性30なのに麻痺耐性気絶耐性ってもう、うん、いや火力だったら、そう、火力だったらあのガスイの方が出るんですけど、そうこれはもうあれですよ、どこに出しても恥ずかしくない絶対死なない装備ですよ。さて、こっちは一回歴戦を張ろうか。あ、どっち行きます？あ、そっか、大ネギと大7がおるんか。そう、まず7から行こうか。ね、ネギもうちょっと寝かそっか。うん、昨日ダンカンさんと、ダンカンさんじゃなかった、誰だっけ、コウタロウさんと一緒にひたすら戦ってましたね。あのね、ネギを、うん、あ、違います、7の方っす。あ、7の方か。おお、銀さん、ごちそうさん。はい。いや、なかなかでも強いっすね、やっぱり今戦っても。ナナちゃん強いっすね。ナナちゃんはな、うん、猫さんとダンカンさんと言ったんやったかな、忘れた。でもあれっすよ、流風力だからアースさんと言ったんやったか忘れたけど、流風力大の装備2つだとでもだいぶ楽っすね。うん、
エルフレアをそもそも打たせないっていう。そうっすね。あ、流風力のハンマーでいこうかな。完全無効がありゃ良かったけど。とりあえず銀さんにも入ってもらうか。インディーさんたちがどっち入るかやな。これでいいんだっけか。浦さんはあの7テスカトリの装備とか揃ったかな。7はあと武器も結構いろんなやつ優秀やから素材集めまくっとかないかんね。これでいくか。ああ、そうですね。だからもうみんなあのヒーラーじゃなくてもみんな一応攻撃はつけていくしぐらいの感じで生存重視で。さあラス1誰行こうかな。あ、俺入りましょうか。トマトさん離席中か。おお、ダンカンさん攻撃特化型っすね。いいですね。よいしょ。氷チャークか。いや、ここはやっぱ得意な武器で。ちょっと行くか、ちょっとあれやな。パラさんごめん、あのもう一パーティー引いてもうていい？インディーさんとこ。ん？インディーさん？うん。はーい。いたなるんで行きましょう、私。あれ、あの、リーダークラスがみんなこっち来たら、あれや、ごめんね、パラさん。おパラさん、一緒に行きましょうか。そしたら。食事で根性をつくように飯食ってから。おお。あ、猫さん来た。おお、猫さん。おお、やりやすなるわこれで。私の声を受けてください。あら、無脂肪で行くの。そうなんすよ、無脂肪な。俺多分1回しか触ったことないな。なんか、あ、そうですか。1回なんかで触ったら、なんか集会所かなんかで触って。無脂肪で行くのはクシャルダオラと7ぐらいですかね。あー、クシャルダオラと7は7は翼を切りたいからね。そう、あとあれだ、リオレウス、リオレイヤーに麻痺で行って動き止める。レウスレイヤーはもう三段ヘビーで運を今さら殺すのが一番早いですよ。ああ、まあ確かにそうですね。大連続狩猟はもうひたすら脳死でこれしかしてなかったですよ。ただなんかあれあんまりやりすぎるとつまんないから、あんまり。うん、私は弓で行って丸連打するけどな。瞳に光がなくなるの感じですよ。そうっすよね。あのサイズ狙いの周回は本当多分何回かしよったら多分表情筋が無理になってくる。こんばんは。うん、誰さん。まあ確かに。これあれやね、なんか同じのひたすら繰り返すっていうのが心が折れる。あ、ドドガマルがあのちっちゃいのが目に見えて分かった時だけちょっと嬉しくなった。ちょっとちっちゃいドドガマルが。銀さん、はい、回復必死にお願いしますね。オクラさんの防御が380ぐらいしかないのと、非耐性13しかないから危ないぞ。あ、まあ頑張りますけど、ただ私結構飛んでる時間長いんで、うん、そうやな、そうちょっと頑張りますね。
つかあれかな、き地面、まあ、あれかな、飛び攻撃じゃなくて地面で攻撃した方がいいかな、そしたら。いや、翼切りたいやろ、やっぱり総中攻。いや、どっちでもいいですよ、割とあのダメージ的にはどっちでもそんなに。いや、翼切ってる方がもちろん気持ちいいですけど。うん、翼他の人が切られへんから切りに行ってくれた方がありがたいか。なあ、ちょっとダンカンさんもほんならあのあれパーティー回復なるべくちょっと意識高めでお願いします。あ、私はあれかけないかんや、もう行っちゃった。オクラさんまだか。あの北西キャンプ持ってないですか、あの初期スタート。あ、北西キャンプ来てください。そしたらあの2パターンバフかけみんなのやつするんで、それが終わってから行きましょう。あとダメージが攻撃力と防御力、大倉さんの400以上なってへんかな、これで100ぐらい上がってくるから。回復したいとき緑色の粉塵切ってもらうと回復になりますんで。ああ回復のやつを飛ばすんや。そう、今あの回復のやつで装備してるんで。よし、オッケーよー、行ってください。あ、そっちか。そっちか、坂か。もう絶対クリアしようぜ。わお。尻尾長いんで、この尻尾攻撃気をつけて。でかいなこのナナちゃんは。そっちに行っちゃった。もうフレーでそんなクエストある。ダンカーさん AP 持ってるな。ああ、フェイタルバイトっす。ええな。おお、やばい。おお、来た。なり来た。アステラジャーキー。早いな。わお。お、やばい。やばいやばいやばい。長いな。痛い。お、やばい。噛まれた。
っぱいおるな。ちなみにテオニャ発見、上げたけど上がってないんか。引いたいせ33まで来てるの。あ、テオ来た、やばい。あ、来ちゃった、来ちゃったあー来ちゃったか、来ちゃったな。もういいのが入ったね。来ちゃったけど、あっちに行ったか。どっち、そっちか。ありゃー、絆を打つまでどう濁すかやな、夫婦の絆が。あれ、あ、いな、一緒の場所にいない。いないな、どこ行ったんや。先に行ってる。あ、落石んとこ。いや、その一歩手前。一歩手前か。よいしょ、いた。そうかも、陣切らな。うわあっち、わお、2発目のノバがいつ来るか。あ、マジか、やばい、このタイミングがやばい。ああ、うわ、やべ、大丈夫か。ああうわ、うっそー耐えた、やっちまったな。カステラジャーキー食うたんやけどな、間に合わへんかったか。なんかダイブが全くできなかったっす。どこ行った。うっそー、やっちゃったべー。落石んとこかな、今度は。あー、2体はまずい。当たるタイミングあれば落石どうぞ。まずい、弾け石拾っとこうか。あー、猫マンが痛いね、これ。あ、食べた。あー、ナイス。翼が弱点、翼を切ろう。頭の方がいいかな。もう落石残ってなかったっけ。あ、もう2発いっちゃいましたね。2発いったか。
農業特大が切れた。ちょっと待ってて、バフを優先しよう。あー、ふふふ、おー来ちゃったってるやん、いつもうわぁ、すげぇ赤ゲージ食らったな、今。一回キャンプ戻ってくる。よし。あかん、かけさせてくれそうに。どこじゃない届かなかった。上がっては下がっちゃうだろう。
はい、今日ちょっとお任せしよう。バフが切れた。攻撃と防御と。やめてくれじゃない。ああ、なんでこっちばっかり来んの、ほんま嫌なやつ。とりあえず防御だけ先に特大受けた。攻撃がまだや。やっべー、死にそうだった。根性が発動したやんけ。勘のいい7は嫌いだよ。勘がいいわ。あ、やれ、下手でやった、やった。誰が打ち上げ花火を切って。お、オプラさん片手剣ナイスやな。うん、あの、そ、装備が貧弱なの腕でカバーやな、思いっきり。あんまり食らってないし。よしよし。おらー、トライ。そうか、一緒になって拾ってる場合じゃないわ。できた。バフかけたらねえか、忘れてた。あ、ナイス。一応すべてのバフ切れてないわ。このまま行っても大丈夫。じゃあ行こうか。爆弾をかな。尻尾早く切らないかんな。もうこの寝床まで来て言うのもあれやけど。切れた時に必殺感やめてくれ。一番最悪やこれ、このパターン。うわ、あー、やべ、またか。やばいやばいやばい、負けそう。あーあー、あかん。ごめん、風圧向こうが切れてあれやわ。薬飲んだり何にもできんかったやろ。やっぱ風圧向こういるわ。やぶ、いやー、そうっすね。一番嫌な時に食らったな。もう風圧が来て立ち上がることもできんかったからね。まあ、まさか全員死ぬと思わんかったな。全員、誰が生きてた今。いやまだ生きてましたよ、銀さんだけ。ギリギリ。いや、私が死んで、ダンカンさんも生きてるな。大倉さんと私が死んで終わったか。やっとるか。あれ、風圧がバフバフってくるから、あれがあかんね。もう追い打ちがダメージだけやったら、あれやわ、アステラジャーキーとか回復しまくったら済むんやけど、風圧はな。いや、飛んでる時にあれやられてめっちゃきついんすよね。うん、タイミング悪かった。もう飛躍食うたり何にもできへんかったわ。立てんかったから。